はようございます。今から賭けのしまい方、保存の仕方、終わってからしまうやり方をします。必ず大切なものなので、馴染んだものを大切にしまうという保管という意味で、私はこれをスッと取ったらこのまま指先から掛け下、暑い時掛け下は必ず洗ってください。でこうした、私これガーゼのタオルですけれども、ガーゼのタオルをどうでしょう、4分の1ぐらい、このぐらいの間隔で、そして こういう状態で広げて、ここで一番ここに汗がつく場所です。この場所をこのタオルというか、この布が取ってくださいね。それからこの親指、大切な親指をかぶせてあげます。かぶせたらこういうふうに親指を大事ですよって言って一周くるっと回します。そうするとこの2本の指がこういう状態になるように、ちょうどしまった後もこういう状態で保存してあげれば、この掛けは覚えてくれます。もう、あ、こうやってしまわれたんだけど、今度使う時もこうなるようにお願いします。大切なものなので大事に。そしてこのまま、このこうなったままくるくる、そうするとどうでしょう、ここの汗もかけにつかないでこの布が取ってくれます。くる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 と巻いていきます。最後まで。そうするとこんなにコンパクトに。そしたらこの紐をくる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 と、この子たちがゆっくり休めるように、で普段いろんな場所ではその辺を解いて、間違って持っていかれないように、たもとなり道着だったら胸に入れたりして、こういう状態でなくさない、間違われない。着物の場合はたもとに入れますけれども、男の人だったらこっち側から入れればいいです。こっち側長く開いてるので、女性はここに入れる。それで道着の場合は胸に入れていただければ間違わず、なくさず、自分のそばにいつもいてくれます。以上です。